はい、皆さんこんにちは。さあ、試験の2日前ということで、非常に皆様の緊張されている時だと思います。まあ、そこで私の方から少しだけアドバイスします。もうまな板の声に乗ってください。いいですね。もう試験は来ますから。まあ、そこでですね、あえて言うなれば、まず自分の基礎、あの基本事項は見てる人を絶対に難問やらないでください。もう難しい問題だとかですね、あの択一ですよ、難問やらないでください。そして山をですね、各科目に5つだけ貼ってください。こことこことこことですね、各科目70点合わせて自分で予想を作ってください。それで最終確認ですけども、山を貼るときに、健康保険料、厚生年金、国民年金、ここは、保険料関係、ここに山を貼ってください。選択式択一両方です。よしですね、しっかり山を貼ってください。そして、もう多くのことをやりません。しっかり今までやったものをあの解くだけです。もう多くの新しいものをやりません。それから試験場に行かれることを想定しながら体調をしっかり管理してください。もうあまり夜遅くまでやらないで、なるべく睡眠を少しとってね、あのちょっと長めにとっていただいて、それから風邪等を絶対ひかないこと、お腹を壊さないことで、ベストの状態を持って試験場に行ってください。私の体験ですけどね、もう試験場、もう1日目の前っていうのは非常に緊張する頃なんですよ。2日目とかいうのは非常に緊張する頃なんです。まあ、しかし半分あの開き直ってらっしゃると思います。それでいいんです。で、自信という言葉がありますけども、あとは今までやったことを信用して本試験に行ってください。で、本試験場でのアドバイスをちょっとしておきますけどね、あのまた今年も難しいものを入れてきます。毎年そうです。5つの枝があったらこんな風に見てください。悩んだら、2つ悩んだら、より正しい方、あるいはより知ってる方、自分が知ってる方、初めて聞いたのに答えにしちゃいけません。それがもし答えであっても、それは諦めがつきます。だけど、これは聞いたことがある、これはどこかで勉強した、そちらの方に2つに絞られた時には、択一の場合はそれを選んでください。で、選択式ですけども、あの日本語としてまた少し問題出すんじゃないかなと思います。で、必ずどっかの1科目、どっかの1科目はいじめてきます。毎年そうです。その時に落としどころがございます。例えば A、B、C、D、E という選択式、穴が開いてますね。ここで A、B、C、D、E ってあるんだけど、まあ仮に A、B、C、ここがもう見たこともない、聞いたこともないような、まあ、どこかの白書だとか、どこかの労働経済だとか、ここ出してきたと。その場合に関してはそこに目がみんな行っちゃいます。ところが落としどころっていうのは ABC ではありません。その時は ABC で E です。で、 E のところは別の角度で問題を作ってると思います。それは法律用語です。法律用語です。多分自分が知ってる今までの勉強された知識で取れる問題です。そちらの方だから、多くの方はその知らないところにぐーっと目がいっちゃうの、ずーっと目がいっちゃうの。で、そこ張り付いちゃう。そうじゃありませんよ。その下に書いてある、あ、これ見たことがあるなと、そこを一生懸命、まあ、丁寧に読んでいただいて、前後の文章等で読んでいただいて、で、いくつか自分の頭の中で下の枝を見ないで、こういう言葉が入ったよねっていうことでポッと見て素直な問題を入れてください。あまりひれないで、ほっと見て、あ、これ見たことあるという枝を入れてください。これで、南極、非常に厳しい、ところはなんとかくぐり抜けられると思います。まあ、あの23日のメッセージということで、まだもう1日2日ありますけども、私からのアドバイスは、気力を全力でやるわけですから、体の方ですね、これを気をつけて、でもう深く掘り下げないでください。もう基本的に勉強したことをさらっと見られる、これが一番です。頑張ってください。以上です。